日本国花園は、秋田県伊川町浜井川2階にある公園である。日本国花園は、1972年4月18日に、天皇、皇后両陛下ご法王、秋田県立県100年、伊川小学校統合校舎建設、村民憩いの森県指定を記念して開園した。この日には植樹祭が開催され、伊川町村長の和下に平、小畑雄二郎秋田県知事、 京都大学理学部の植物分類学者、広江美之助、日本芸の開事務局の桜田隆則、創設提案者の森田義郎などが参加した。多品種の食事を前提とする桜公園を作る際に、品種をある程度混色すれば、全園にわたって、満開あり、咲き始めあり、木桜ありで、全園にわたって、思い思いの樹花で花を楽しめ、来園者に、 日本全国の桜に触れてもらえるのではないかという考えを重視し、冬季に咲く冬桜は、社会福祉会館の正面広場付近に、台湾日桜の団地系のものは、寒風が当たらないところにと工夫をした。また、同じ品種の一定範囲にまとめて植えて一斉に咲いた、桜の下での花見をしたいという考えとの、折衷案を取った。桜見本園当時千葉県木更津高校教諭で、 伊川町小井窓出身の森田義郎は大学時代から日本古典文学の研究に打ち込み大学院では上田明成の研究を深め1970年1月に木の国や書店から上田明成を出版した東京史学会館で出版記念会が行われたのに続き協議でも出版記念会の話が持ち上がったその年伊川町 海老沢出身で同輩の伊藤幸之助が日本美術院の春の院展で入選をしたので、両者の出版記念並びに入選祝賀会を同年8月14日に同級生の有志が主催し、伊川荘で開催した。森田はもともと桜に興味を持っていた。それは以前の京都での講演で日本芸の会とつながりができていたからである。京都の上田明成文学研究会の会長は、 京都大学理学部の植物分類学者、広江美幸助であった。広江の興味は現存の植物だけでなく、日本古典文学の植物にまで及び、古今を通しての桜の権威でもあった。森田義郎の書籍、上田明成の出版が、京都の同会に注目され、森田は京都の研究会から招かれ講演を済ませた後の懇談で、 広江が植物学者として日本芸の会と関係していることを知り、話が桜に及んだ。そこで森田は桜を活用して何とか郷里に新しい心の、ふるさとを作れないものかと考えた。8月17日、森田義郎と親友の伊藤孝之助は、古藤病院に入院中の伊川町役場職員の斎藤はじめを訪ね、小公園ができそうな場所を訪ねた。 斎藤からの連絡で、伊川町は村議会でこの計画を図り、ぜひ、伊川村として受けるべきだということになった。村長の足谷喜平は、最後の仕事となるだろうとして、その計画を受けた。その時、すでに、伊川小学校の校舎周辺の臨地を公園化しようとする計画があり、それは森田義郎の話と相乗りできるタイミングであった。 ちびっこ広場1971年に天皇皇后両陛下のご法王が実現し、これを記念して世界平和協会の世界平和のための親善施設団が欧州を訪問することになり、日本の国家である桜を携えることになった。桜の種類は広江美之助の提唱で、苗木は日本家の会の全面的な協力で供給されることになり、その施設団は、 桜の施設団と呼ばれた。伊川町が計画する桜公園には、広江美之助の計らいで、桜の施設団が持参した苗木と全く同様のものが選ばれた。1971年の11月末に、広江美之助は現地を視察した。その夜、森竹温泉で村長の和下に帰平は、広江美之助に以前から気にしていた公園の名称についての意見を伺った。 ひろえみのすけは、日本国火園が良いでしょうと答えた。和しに気平はうなずきながら、園を園にしたらどうかとした。伊川町では、日本国花園計画を急ぎ策定して、県庁に陳情した。県庁では、憩いの森造成計画が推進中であり、この事業と相乗りする形で計画が進められた。 バラ園日本国花園の桜は1972年から1974年にかけて計画的に植林された。1973年に朝日新聞創設95周年記念の新しい名所づくり、我が子に残したい桜の名所100カ所に全国から文書で1万7 4 0 0余が応募され、秋田県からは大館市長根山公園と共に選ばれた。 1977年に、秋田伊佐夫新法主催の新観光秋田三十系が企画され、もともと集客第一主義の出発ではなかったが、これに応募することになり、町内外の各界への PR が行われた。結果、応募数2169,455枚のハガキの集計の結果、日本国花園は第18位で入選した。1978年には、 日本国家園が誕生した由来の一端を理面に刻んだ広江美之助の区費を混流することで園の風情が引き立つのではないかということで、その計画は急速に進展し、11月1日に石踏みの上幕式が取り行われた。1989年から芝生公園や桜見本園、テニスコートなどのスポーツ関連施設、バラ園などの拡大事業に着手する。 彫刻以下は五里山1995年2月、JR の新駅である井川桜駅が開業した。同駅に隣接する公園の一角に、新駅開設記念のブロンズ像、母子像、愛を設置した。これをきっかけにして、町では2000年から10年間にわたって、桜の森彫刻コンクールが展開された。毎年、大賞、優秀賞二点さらに準賞の中から、 町民賞1点を選び作品が公園内に制作展示された。2005年には日本家の会が主導して毎年桜の名所で開かれる桜サミットが日本国会を主会場に開かれた。町では2005全国桜シンポジウム委川を看板にしてイベントを開催した。日本国花園の物語、以川町役場総務課、2018年3月。ありがとうございます。